さあコーク、せっかくだからね、 T シャツとかユニフォームとかで揃えればよかったのね。さあ1試合目のガロンですけど、北海道チームの先行のスタートです。何今日もさ、敗者を呼ぶの勝者を呼ぶの、かわいそう。なんか盛り上がらんのやけど、歯医者呼んでもマジで。さあ新人は大石選手が先行ですね。永田理事長はコントロール席にいますね、今ね。ナイスハット。ナイスアット。女子大事ですよね。女子は大事です。今日もガチのスイッチ完璧です。エリアチャンピオンズカップユニオンも着てないですね、はい。兄貴がハット出したんですね。わかりました。永田理事長はもうちょっと下に呼びましょうかね。ああここでワンブルですね。このワンブルでここで新人チーム冷たいところ、冷たいところワンブルはいけませんね。こうなったら北海道チームが楽になりますよね。さすがイブシリン、畑野選手が一番大事なところでハット決めてきました。ポスター修正してないですよ。見
たままじゃないですか、そのまんまでじゃないですか、ポスターと同じ顔じゃないですか。さあ坂巻選手、ここもワンブラ詰められませんね。すいません、ザニーアレンジからの、なんかピリッとしませんね。でもこのピリッとしない空気の中でこの北海道チーム、ベテランがいるのは強いですよね。畑野選手のようなね、畑野選手がきっちり決めると。え、さあここ集中ですね、大事なところですね。さあ57から、そして14、あ、ブルからですね。さあ高橋選手、これ決めたいですね。さあ1投目決めてきました。先生自体考えてあるには楽しそうと、楽しくやってるんですね、それは何よりです。さあガロンで北海道チームが勢いをつけたぞ。さあ第2セット目ですね、男子のダブルス、石橋福井チームが新人、そして北海道は森石田健也ということになります。4セット先取なので、4セット先取した方がその時点でこのゲームが終わるということですね。はい、トリレーと違って緊張感ないね。いやそれね、あのチームのチームカラーみたいなのがあって、新人チームもチームカラーが出てるんじゃないですかね。逆に北海道チームはなんかこう笑顔も出してないし、みんな気合入ってるような気しますけどね。
だから北海道チームは気合入ってる気がしますよ、はい、あ、ガチ消えた、なんか消えすぎるね、なんかね、ニコ生の方がなんかちょこちょこ消える、ニコ生のなんかコメントの方がちょっとおかしいですよね。はい、お疲れ様です。これ2スロー、さあ続いては男子ダブルスですね、501のセファブル、え、コークはないんですか、これ負け戦なんですか、ポイントスコークですね、トン80、さあトン80スタート、気合入ってますね北海道チーム、新人チームこの流れ良くないですよ、ちょっとスイッチ入れないと、北海道チームはこういうチーム戦強いので、森選手手首使ってますかね、森選手は逆に手首使ってないような感じしますけどね、そして 5-4 からのトップダブル、決める強い、北海道チーム強いですね、気合入ってます、さあこの流れは新人選手良くないですね、さあ続いては北海道チームが先行の50、なんか福井くんチャラ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 しすぎだな、やっぱこの気合の入り方が違いますよね、北海道チームと新人チーム、ワンボディスタート、
あのニコ生のコメントちょっとおかしいですね。全然動かないですね。難しいですね。やっぱ北海道チームの方が本当に集中できますよね。試合に向き合えてますよね。だから新人チームはやっぱり北海道チームっていうのはやっぱり昨年からもうずっとこのメンバーでずっとじゃないですけど、このチーム戦でずっと頑張ってますんで、このチームはやっぱこの戦い方もよく分かってるし、集中の入り方も分かってますよね。削ってきました。さあ福井選手ここね、大事ですね。ナイスアレンジ。これで北海道チーム2勝目だ。そして次は男女ミックスダブルスですよね。大石坂巻、そして畑野高木。ゲーム内容はクリケット。もうどんどん盛り上がってください。あ、今は分かりますけど、 TV、 そうです、 TV 無視してください。あの本当ニコ生がですね、なんかずっと止まるんですよね。すぐコメントが止まって、ダイレクトに見れないんですよね、はい、すみません。今ちょっと途中まで見えてますけど、2スローの後ですね。いやいつもさ、嘘、悪口言いまくろうと思ってたって、いつも悪口言ってるじゃないですか。はい、だからそのまま悪口は続けてください。別に見てるからって、悪口言われたからって怒ったりしません。
イスセブンですね。大井選手軽いですね。さあ気になるのがこの高木静香選手のこの横ずれ、気になりますね。はい、さあ坂巻選手、選手、あーそして決まらずオーバーまで。もう一本行くのか。チャンピオンシップ初のビッグラン。さあ高木選手、ここで堅実なダーツしてほしいですね。カットからの加点、そして18カット、もうビッグラウンド言いましたからね。さあ坂巻選手ですね。やっぱり松本めぐみはそんなにポチャポチャしてませんよ。痩せてますよ。なのでその大きいとかちっちゃいとか細いとか背が高いとかあまり体型はダーツに関係ないのかな。開会式の時カメラの前にわざと来た。いやいや、え、カメラ来た俺。嘘、なんでそれ言わないの。いやいや、写真写してたんですよ。最近見れてないけどアシスタント、あ、決まってないです。はい、もう諦めました。大石選手、ここで6マークでオーバー。ナイスファイブ、ナイスグループ。
関東中国の試合は状況どうなってるんですか。あ、同点なんですね。結構競ってるんですね。優勝候補筆頭の、あ、ここで6マークで点差を広げる。優勝候補ナンバーワン関東、ね、そして新人も優勝候補に挙げられてましたけど、うん、少しその北海道代表の方が1日の長がある感じがしますね。戦い方分かってますよね、まあ、北海道はやっぱり負けたらオホーツクに沈められそうなので、そんなにオホーツクには沈められたくないって頑張ってますね。さあトリプル絡んできた。あ、ここでセブンマーク、ナイスダーツ坂巻プロ。カットからの加点に4ですかね。あ、ブルーいっちゃうんだ。さあ、しかしここ逆転まで持っていきたいですね。点数逆転ならず。あー、インナー絡めてきました。さあ北海道チームがワンレック取りました。すぐコメント停止になるんですね、ニコ生。北海道は負けたら、カニ取り船に乗せられるんですね。くしびきさん新人枠じゃない。くしびきさんは去年出てないんで、あくまでもこのエリアチャンピオンカップは去年の成績をもとに組み立てられますので、はい、来年ですね。来年どっちで行くんだろう、くし引きさん。オーバー、あの、くし引き、引き抜き合戦があるんじゃないですかね。くし引き、どっち行くの、新人か。まあでも俺は新人枠にくし引き選手が入ったら面白いですけどね。さあゲームの方は、これ新人チームがちょっとピンチ迎えましたね。セットカウント 2-0 で1レッグ目、3セットの目の1レッグ目取られましたね。あー、ここはワンマーク、痛恨のワンマークですね。
赤木静香しっかり活躍してますね。大バカ。今年の新人枠取りそうなのは誰なんでしょうね。今新人ランキングのどうなってます。さあオープンからの加点。あ、三浦選手もいるんだね。さあ1-1、1本新人チーム返しました。来年の新人強いですよ。でも今年の新人は熱いですね、本当。石橋大石、まあ石橋選手今日ちょっと機能してませんけどね。石橋大石、福井ですからね。そして坂巻選手もいます。ナイスだ。小野先生ワンマーク。選手もいいですね。しっかりとダーツ投げてます。さあここでセブンマークオーバー。そしてオーバーからのダブルカット、ダブルでカット狙ったんですができず。からのもう1本だ。ここは手堅く加点。オーバーからの手堅いオーバーカット。さあオープンまで、このオープンは厳しいか。
内選手も良くなってきましたね。ナイスダーツで、セットカウント 2-1 になりました。男女混合ダブルスクリケットセッション、新人が新人チームが1勝を挙げ、セットカウント 2-1 で北海道チームがリードですね。さあこの後どうなるんでしょう。第4セットシングルですね。クリケットシングルで、まあこのまああの大石選手と畑野選手がマッチアップするんですけど、まあクリケットの流れをダブルスで試合をした流れをそのまま生かそうというね、マッチアップでね、はい、そのままの流れを生かそうというですね、お互いのチームの戦略が透けて見えますけどね。さあ大石選手5マークスタートですね。混合ダブルスで、少し声を欠いた畑野選手、どう尋ね合わせてくるか。ビッグラン、ここで大石選手が一歩抜け出します。
ばしてきた。しかし外からの加点。いいですね、大石選手。いいです、いいです。きっちりオーバーしていきます。さあ。ここでファイブマーク。オーバーまで。ニコ生の方々こう妄想が好きなんですかね。なんかこう仮想対決とかそういうのに走ってますけどね。はい、大石選手いいダーツ打ってますよ。対する畑野選手もしっかりと攻防をクリケットをしっかり攻防を楽しんでますよ。いや、どういうことというかこうどういうことっていうかその何ですかこう仮想対決とかね、ターゲットだ、フォアダーツ P が少ないから対決がどうのと、そうではまあ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 そういうことを言ってるだけです。試合の方でコメント盛り上がってほしいなと思って。今試合やってない出てない選手のことで盛り上がったりだとどうなのかなと思って。フェイスブックの試合が熱いんですね。今どんな感じになってるんですか、フェイスブック。さあ、盛り上がってきました。大石選手が劣勢を振り返して、オーバーカット、ここでオーバーカット決めてくる畑野千春。オーバーしてくる。さあ、この攻防面白いぞ。
大石選手がダブルスに続きシングルを取ればですね、これは 2-2 になってですね、勝敗の行方分かんなくなりますよね。ここでオーバーからの、オーバーカット強い、これは強いダーツ、このナインマーが大きいぞ。オーバーできず、ビークラン。さあここで大石愛希がシングルでも鳩のチアロを下し、2対2と詰めてきましたね。面白いですね、はい、強いですね。こんだけのダーツを打ちながらなぜパーフェクトで今季優勝できないのか、すごいダーツですね、素晴らしいです。さあそして、今度70ですね、70セッションですね、これファットブルーですね、マスターアウトですね。いやー大石選手やりますね。ここのゲームのポイントは石橋選手ですね。石橋選手の調子が上がってくるのか、はい、ここが大事なポイントだと思いますけどね。TV はコントロールの後ろにおります、はい、この放送席さオープンにしたらいいんじゃないの。こうなんていうの、こうなんて透明のさ、なんかあれでさ、こうラジオのさ、こう街角にあるラジオのようなさ、アクリルかなんかのさ、いやいいじゃんここ見えても。森選手とポールリムって投げ方似てますか？似てないですよ。ナイスアット、アップのスタート、ハットトリック。
FM 放送局みたいな感じでいいんじゃないですか。はい、見せ物、クソ暑そうだな。暑いっすよ今日。はい、TV が寝たらみっともないから確かに息苦しそう。まあ息も苦しいし、昨日韓国料理食べたんで息も臭いし。韓国料理昨日食べましたから。こんにちはです。さあ 2-2 ですね。このゲーム大詰めですね。 2-2 からのファットブルマスタード対決。ちょっと 石橋一馬から笑みがこぼ消えましたね。やっぱこれやばいぞ、気合入れていかんとって状況なんでしょうね。気合入ってきましたね、石橋選手も。ワンブル。さあ点数は新日チーム追いついてきましたね。先行した北海道チームが追いつかれる展開で、さあこのちょい投げ等をハットで107まで持ってきました。107の互い静かに対し110点残りの坂巻ブルからのトップダブル決めれるか。決めれずですね。さあ1投目外したのが大きかった。さあ坂巻選手ブルからどういくのか。どっち行く。10だ。そしていや決めれず、これは痛い。もともとバスケットプレーヤーで森選手はバスケットボールのフリースローからこのフォームになったそうですよ。フリースローってやっぱこの肘伸ばさないですよね。さあ石橋選手、あーこれどうした。
決める、ナイスダーツ、ナイスアウト。ねえ TV、 森選手って元バスケ選手だよね。そうですよ、森選手はバスケット選手です。バスケット選手でフリースローからこのフォームになったって本人が言ってました。さあ高木静香が決めて最初の第1デック目、北海道チームが選手ですね。どっちが大手を決めるかという大事な大事な701のこのゲーム。カットスタートだ。元バスケット選手で上手い選手多いですよ。やっぱこう空間能力に長けてるっていうか、はい、フリースロー要素あるんじゃないですか。やっぱこうフリースローも含めバスケのシュート、スリーポイントシュートも含めですね、はい、全然要素あると思いますよ。サッカー選手は足腰が強い選手が多いんでダーツにも代用できますよ。要するに足腰が強くて下半身安定してますよね。さあここでハットだ。先攻後攻入れ替わり気味だぞ。いやいや石林選手はテイクバックはもう前から変わってないですよ。このテイクバックですよ、ずっと、はい、みんな見てないな。石橋選手は大体このテイクバックです、前から、ずっと前から、最初からこれ。野球関係者はなんか思ったより上手くなんないですよね。野球選手、元野球選手、思ったより上手くなんないですよね。やっぱこうスローが違うからじゃないですかね。野球選手は、野球選手はやっぱこう肩使って投げるじゃないですか。肩使って投げるんで野球選手は根本から違う感じがするんですよ。バスケットボールは肩使いませんよね。バスケット選手は上手くなる人多いです。ナイスアウト、つなぐ坂巻。高木選手はバレー選手です。さあそして決めるのか。決まった。北海道チームが大手。
と東海が北陸に 4-0、 北陸チーム呼びますか。え、今から来るんですか。でも試合の合間呼ばないと、今大詰めだから。関東が 4-1、 東海強いですよ。東海やっぱ関東強かったな。一生懸命兄貴兄貴と応援していた人いたんですけどね、応援及ばず。ここはスリーマークですね。さあ石田選手チャンスですね。さあここでベッド。イケメン枠4人誰にします。大石愛希とかですか。東北沖縄がスタンバイの呼び出しがありましたね。勝てんでよかったんじゃないかな、まだ序盤だから。オーバーまで。知能、小野、やっぱ小野選手ってイケメンのイメージですよね。やっぱかっこいいイメージですよね。してカットいったな。ケーポン引く。血のやちヤンマー、それイケメン枠ね。ケーポン引く引く、それハゲ枠ね。まあそう来ると思った。あーオーバーまで。
ね、それもありなんじゃないですか。もうこうなったら何でも作りますか。ハゲ枠、ママ枠、イケメン枠、あとまあ大きい枠、女子でもいいかもしれないですね。セクシー枠いいんじゃないですか。100キロ超、あ、まあ、体重でも区別、あ、体重で区別しちゃう、面白いんじゃない。血液型とかね、 A 型代表、 B 型代表、血液型でもいい。一回やってみますか。血液型枠、体重枠、あとこう嫌われ枠とかね、新人枠が追い詰めてきましたね。まあ、投げるの遅い枠、投げるの早い枠、まあいろいろやってみますか。ああ、これは痛恨のミスだ。まあ、投書で決めますか。投書で、さあ関東41中国を下し、東海40北陸を下して、関東九州、そして近畿東海、今の試合は新人北海道ですね。またこの、ね、枠の問題でちょっと盛り上がってきましたけどね、枠の話で。さあセブンで序盤から大石選手が大活躍ですね、今日は。新人枠は。さあ、オープンオーバー。カットできずで、さあ、ここ大事な局面。ここでカット先に来た、戻る、ビッ、顔パンパン枠とか作りますか。
またあの妄想枠とか作ります。妄想でまた盛り上がってきたから妄想枠ですね。東海のメンバーはいいメンバーが揃いましたね。男女ともに素晴らしいメンバーですよね。渡辺選手、そして、鈴木徹選手、それと女子は渡辺康介、林直樹ですね。そして榎本ゆかり、はい、いい枠、いいメンツですね。おっと、さあここ大事ですね。福井選手、そしてあまりなし、これで 3-3 に追いつきました。とうとうフルレックまで行きました。さあどうなる。さあいよいよ大詰め、 3-3 からの最後はガロンですね。901のガロンでのマスターアウトですか。どこ狙うんだ901だと。901どこ狙うんですか。タケちゃん、901のルールはガロンでファットですか、それともセパブルですか。あ、セパブルだ。セパブルダブルアウトということはラストのガロンは901は面白い。60を狙うことになります。そうですね、これフルレック行ってたら時間結構かかりますね。もう12時ですよ、12時。ご飯何食べる。今フェイスブックチャンネルはどこがやってます。フェイスブックやってないですか。
さあ注目のガロンですね。フェイスブックは終了じゃないですよ。フェイスブックこの後またなんか入りますよね。どこ入ります？あ、近畿東海。やっぱ空腹の時飲むと酔いやすいですか。おお、インナー入れましたね。いや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 、お腹いっぱいの時が酔いますよ。はい、空腹の時よりはお腹いっぱい食べながらの方が酔います。はい、ああ、これは先行有利ですね。新人が先行。はい、どうも TV こんにちはです。さあ、ファットブルダブルアウトですね。トンエディではない。くしびき選手はどこで出るんでしょうね。関東枠なのかな、関東なのか45なのか新人枠なのか。どこがくしびきさんを口説き落とすか。そしてトンエディ来た。このトンエディ大きいぞ。いやいや、いつも思うんです、フェイスブック流しっぱなしじゃないですか。フェイスブック流しっぱなしですよね。あ、できないの。あ、そうなんやね。一回一回切ってるんだ。あ、試合のごとに。あ、そうなんや。あ、ではもうすぐ Facebook 入りますので、はい。はい、嘘つきました。来たー、ここで止めて。あ、ローソンだ、140だ。さあ、今日はなかなか調子がいい森友紀、大事な3投。さあ、95取ってきましたね。まずまずのスコアです。
やる。さあ上がり目が来た。ワンフォーティー上がり目来たな。白熱してきました。ナイスダーツ。さあ大事な3頭。ああ削りたかったな、もうちょっと。さあ6時まで持ってきた。じゃあ坂巻選手、これ60からですね。60から。え？ああインナーを絡めたいんだ。え、これあ。マスターアウト。これで、新人チームですね。新人チームが勝ちましたね。あー新人チームが勝ちました。